68人の犠牲者を出した新潟県中越地震から今日で6年になります。親子2人が亡くなった長岡市の現場には献花台が設置されました。2004年10月23日午後5時56分に発生した中越地震は、死者68人、けが人およそ4800人、10万人を超える住民が避難を余儀なくされる大きな被害を出しました。2歳の男の子の奇跡の救出劇の一方で、親子2人が亡くなった長岡市妙見の現場には朝から献花台が設置され、地元の人や当時のボランティアが犠牲者の冥福を祈りました。地震が起きるたびにやっぱり、この場所をやっぱ思い出しますよね。多くの方から助けていただいて、このように復旧することができましたことを感謝いたしております。今日は各地で犠牲者を追悼し、復興を願う行事が予定されています。